神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の第11回が17日、放送された。朝ドラの前作、舞い上がれ、で、空さん、ことなにわバードマンの先輩、空山寿を演じていた新名元博が、万太郎の友人、ひろしちゃん、こと堀田寛太役で登場。朝ドラファンからは驚きの声が上がった。爛漫の記事はこちら。第11回ネタバレ、18歳になった万太郎、神木隆之介は、植物採集の最中、見たことのない美しい花、上郎ホトトギスと出会う。姉の綾、佐久間由衣は縁談より酒造りに興味があり、クロードの幸吉、笠松商に作り方を教えてもらうことに。奉公人の竹雄、志尊淳は立派な働き手として万太郎を支えながら、綾に密かな思いを寄せていた。ある日、峰屋の酒を東京で開かれる博覧会に出品しないかとの話が舞い込む。万太郎は名交換時代の友人で、医者の息子でもある寛太と会っていた。寛太は草花の話ができる友達はいないのかと心配する。幼少期にかけていた黒縁メガネは、成長した後も変わらない。この寛太を演じているのが俳優、新名元博。朝ドラの前作、舞い上がれ、で無口な先輩、空さんを演じ、2作連続での出演となった。近年では NHK 大河ドラマ、青天を衝け、や、鎌倉殿の13人、にも出演。丸、実年齢では41歳だが、18歳の万太郎の友人を違和感なく演じている。新名元博の再登場に朝ドラファンからは驚きの声が。SNS などでは、舞い上がれの空さんか、かんちゃん、空さんだったの？気づかなかった、あれ？空さんなの？嬉しい、などの声が上がった。